どうも、テラキナスです。ということで、ウルトラマンデッカー第14話、魔人誕生、皆さんご覧になりましたか？いやー、今日の回はすごかったね。ということで、まあ、今日ね、おもちゃの発売もないですし、もうこのね、第14話を語ろうということで、今回は感想動画です。いや、大きく物語が動きました。オープニングも2番になり、そしてエンディングも変わりということでですね、いよいよウルトラマンデッカーも後半戦だぞっていうところなんですけれども、まあ、まずは浅影博士ですね。分かってましたよ。テラフェイザーも、分かってましたよ。あー、多分そっち側に行っちゃうんだろうな。浅影博士も、まあ、単なる研究者の人ではないんだろうなと。何らかあるんやろうなと。にしたってよ！堅物そうに見せといて、でもなんか意外と芯はしっかりしてて、なんか話のわかるいい人、いい博士なんだなというキャラ付けだったからさ、悲しいよ。悲しいよ。で、結果的にですね、これ一応情報解禁なんで大丈夫だと思うんですけど、浅影博士は、人間じゃない、地球人じゃないっていうことなんですかね。いや、浅影博士がテラフェイザーを乗っ取ってじゃないよな、むしろ。ウルトラマンデッカーを倒すために作ってたっていう、もう明言しちゃったわけだし。あー、まあ、そっか、モネラ星人っぽい雰囲気も確かにちょっとあるよな。ウルトラマンデッカーを倒すために、まあ、作っていたっていうことで、本当の、まあ、目的としての、まあ、テラフェイザーが使われるようになったってことですよ。まあ、ただその、浅影博士、確かに敵みたいな感じになっちゃってるけど、ただそれでも、この地球を愛しているみたいな、いうところは、やっぱり変わってないような気がするんですよ。今は確かに、こう敵になってしまって、ウルトラマンデッカーとこう敵対してる状況になって、テラフェイザーもこう敵になってしまったっていうところなんだけれども、これでも浅影博士の改心ありそうじゃないって僕はちょっとね、思ってます、正直。だからちょっと、今後ね、浅影博士がどういう風に、まあ動いていくのか、行動していくのかっていうところも気になるし、あとは単純に浅影博士が持ってるあのかっこいいアイテム、あれ何みたいな。フェイスライザーだっけな、いう名前らしいんですけど、あれか、かっこいい。あれかっこいい。あれ絶対プレバン出るでしょ。ねえ、カードとかスキャンしてね、ゴモラの、力、エレキングの力とかね、テラフィーザーで使ってましたけど、あれかっこいい。あれ絶対プレバンで出るでしょって、ちょっとね、あれは期待してますね。フェイスライザーですか、いうところでね、あれ期待してます。かっこいいです。はい。そしてですよ、いや、ウルトラマンデッカー、カナタくんが、テラフェイザーに敗れてしまいまして、そんな中ね、空がピカーンと光って、そして現れたのが、アマゾン。アマゾンって言いそうな人。いやー、ちょっとまだね、謎の男っていうことで名前がわからないんですけども、谷口正史さん演じる謎の男、めっちゃアマゾンって言いそうな感じの雰囲気を醸し出しながら、現れましたよね。彼が、まあ、いわゆる真のウルトラマンデッカーだったってことなんですかね。ウルトラマンデッカーに変身してしまいまして。で、カナタくんの腰にあったホルダーもなくなっちゃったし、きっと D フラッシャーも、あの謎の男の元に行ってしまったから、もう、カナタくんは、ウルトラマンデッカーにもう慣れなくなっちゃった。ちょっとそこも悲しいよね。せっかくさ、カナタくん今まで頑張ってたわけじゃない。ウルトラマンデッカーとして地球守るぞ。その未来のビジョンがまだまだ見えないけど、それでもウルトラマンデッカーとして、今こう目の前にね、こう守れるものがあるんだったら、守るぞっていう意気込みでさ、カナタくん頑張ってたわけじゃないか。っていうところで、デッカーの力がなくなっちゃって、なんか、悲しい悲しいっていうね、ところですよ。で、そうね、谷口さんが、ウルトラマンデッカーに変身してっていうところですよ。もうそのデッカーがまたね、悔しいからかっこよかったんだわ。あのウルトラマンデッカーはもうまさに強者感あふれる立ち振る舞いっていうことで、もう能力をすべてこう把握していて、フラッシュ、ストロング、ミラクル、そしてカプセル怪獣、まあ、ディメンション怪獣のね、あの使い方とかをもう完全に把握した
もう戦い方をしてるわけですよ。だからもう本当に一個一個のアクションが洗練されてこなれていて、無駄がないの。僕的にはミラクルの使い方が良かったですね。やっぱりウルトラバンダイナでもミラクルの分身技がめちゃくちゃかっこよかったじゃないですか。ミジー星人の回ね。あれとか、デッカーでもやってほしいなと思ってたんで、それをね、カナタくんじゃなくて、あー、先にそっちがやっちゃうんだーっていうね、ありましたけど、でもやっぱそれぐらいできちゃうことに、強者であり、ウルトラマンデッカーの力の使い方が分かっているっていう、この強者感、溢れ出る強者感、うわー、なのがまた、ちょっと、複雑。一生懸命かなたくん、今まで頑張ってたのになんか一気に取られちゃったっていう感じがなんかすごく悲しいけど、でもあの真のウルトラマンデッカーかっこよかったのがまた悔しい。なんかね、かっこいいんだけど手放しに、あ、かっこいいね、うわー、本物のデッカーが、本物のデッカーって言い方もまた違うんだけど、うわー、かっこいいね。ちょっとね、これはまたね、波紋呼びますよ。で、僕今回ここ一番大好きだったんだけど、その、谷口さんが変身するウルトラマンデッカーのアクションを意図的にガラッと変えてるんですよ。そのウルトラマンデッカーのアクションが結構偽ダイナミがあって、グレゴール人がね、ウルトラマンダイナに変身して、偽ウルトラマンダイナになって、そしてモンスターガーをね、こう倒していたシーンとかあったじゃないですか。あのシーンのウルトラマンダイナとか、こう、戦いをちょっとこう見せびらかすかのような、その雰囲気をね、今回感じまして、例えばね、鯉をクイクイってね、こう手でクイクイしたりとかさ、そういった一つ一つのアクションが、どこかこう、偽ダイナのグレゴール人味あるアクションっていう雰囲気を感じて、そこがすごく、良かったのと、あとはそれをね、リュウモンですよね。リュウモンがそのウルトラマンデッカーを見て、あれ、いつものウルトラマンデッカーと違うっていうところもやっぱ偽ダイナ界と被るんですよ。え、いつものあのダイナじゃない。ダイナはあんな戦いを見せびらかすような、ダイナは一生懸命こう戦ってるんだ。こう、一人こう見透かしたね、お嬢ちゃんがいたじゃないですか。っていうのを今回こうリュウモンがやってて、まさにこう、そういったところも含めてこう、結構偽ダイナ界のオマージュをしていたと思うんですよ。だからね、あのアクションというか、あの持っていき方がね、すごく好きで。だから、まあ言うたらば、結局、今回来た、まあその謎の男が真のウルトラマンデッカーなんだけれども、ただ、視聴者的な感覚で言うと、偽ウルトラマンデッカーみたいな雰囲気で見ちゃうんだよね。真のウルトラマンデッカーなのに、偽ウルトラマンデッカーって呼びたくなる、このなんか矛盾というか対比というか、あ、そういう風に呼ばせたくなるんだみたいな。なんかそういう演出に持っていってるのがすごくね、好きでしたね。そしてもう一つ気になったのが、朝影と謎の男の会話で、この時代まで追ってきたのか、みたいなね、セリフがあったと思うんですけれども、まあ、この時代、どの時代？あの時代。この世界のウルトラマン、デッカー、そしてトリガーですか？二人ともね、やっぱ時代っていうのが関係してる、一つ共通点になってるっていうのもね、すごく面白いなーって思いましたね。ウルトラマントリガーは超古代の戦士っていうところでね、ウルトラマンティガーのオマージュありましたけども、じゃあウルトラマンデッカーはどうなのっていうところで、まあ単純に考えてね、じゃあ未来からいろいろ考えちゃうんですけど、とにかく二人のウルトラマン、トリガーもデッカーも時代っていうのがちょっと関係してるんじゃないのっていうのがちょっと垣間見えて、そこもね面白いなーって思いましたね。ウルトラマントリガー客演会で単発ユザレ、ショートカットユザレが出てきましたけど、あの謎も結局明かされてないですし、もしかしたらあの辺もね関わってくるのかなとか思ったりするんですけど、その時代っていうのもやっぱ一つテーマとして気になるポイントですかね。はい、ということで、今回はですね、ウルトラマンデッカー第14話、魔人誕生っていうことでね、ちょっと怒涛の展開すぎて、すごく驚いたんですけれども、もう一つ、言わねばならないことがあります。そう、次回予告。まさかまさかの次回予告。見覚えのある、あの、光の巨人の後ろ姿が見えましたね。そうです。ウルトラマンダイナ。いや、ウルトラマンダイナ、ここで来るか、ついで来るか、ふぅですよ。つぶらやさんね、かたくなにウルトラマンデッカーとウルトラマンダイナを二人こう並べるのを拒んでたんですよ。ウル様ですら、ウルトラマンデッカーとダイナを直接的に並ばせない。まあ、おまけとしてちょこっと並ばせてるみたいなのあったけど、結構あれ意図的に避けてたんですよ。
あ、これはね、今後デッカーとダイナ何かあやるのかな、あるのかなと思って期待してたんですけど、ついに来るぞ来るぞ来るぞと。なぜウルトラマンデッカーがここまでウルトラマンダイナのような姿をしているのか。あの登場の感じだとウルトラマンデッカー誕生の秘密にはウルトラマンダイナがいっぱい噛んでそうだ。なんかそんなね、予告の雰囲気感じましたけれども、一体ウルトラマンダイナがどういった形でウルトラマンデッカーと絡んでくるのか、関わってくるのか、もう楽しみで仕方がありません。いやー、スフィアでダイナでなんかいいなはい、ということでね、今回はね、ここまででございます。いやー、ウルトラマンデッカーちょっとね、めちゃくちゃおもろいねデッカーちょっとおもろいけど、デッカー前はおもろかったけど、ちょっと今日の回は特におもろかったねということでね、今回ここまででございます。いよいよ次回はね、ウルトラマンデッカー第15話パワーアップということでね、ちょっとその辺も期待していきたいと思います。以上でお届けでした。それではバイバイ。